RG350 の、ハイブリッド、久しぶりに完成しました。今回カバードのダブルアジャスタブルボールピースタイプで、真ん中をゴールドの、ブレードにしてくださいっていうオーダーをいただきましたので、それで作りました。ちょっとピックアップの高さが結構高いんですけれど、バランスはいいです。非常にバランスいいです。で、メタルのエスカッション付きになってますので、ちょっと個性的なルックスになってます。で、今回は、中のですね、ここステンレスパーツ変えてますけれど、中の、プレートを留める3つの、ネジも、ステンレスに変えて、それがちょっと小さめの、ネジで、結構軽量化されてますので、まあ気持ち生なりが違うんじゃないかなと思います。で、フレットのキアは丸めています。今回もで、ポジションマーク、こんなように入れてます。今回たまたま、ちょっとアバロンの輝き具合をちょっと、色味を変えてみます。こちらをブルーで、こちらをグリーンにしたりしてみました。あとここの、パーツですね、ネジもステンレスに変えてます。錆びにくいっていうか変えてますね。はい、あとは、ゴールドパーツの、ペグと、樹脂のパワーロイドのブラウンのペグ、ここも、ステンレスとゴールドパーツに変えています。あと、トラスロードカバーを外しております。あとは改造的には、ボリュームとトーンがプッシュプルですね、タップになってます。なので5ウェイとプッシュプルで10通りの音が出せるっていうのと、ここは、コンデンサー2種類入ってますので、真ん中でスルーで、2つですね、 50V と 400V で耐圧が変わっております。まあ、50V の方が絞り切った時はこもりやすく、400V の方が、こう絞り切った時もまだ扱える音、まあちょっと効果的な使い分けをするのが面白いかなと。あとはスルーになるので、スルーの時は全開の音なので、まあコンデンス、トーンでちょっと絞っといて全開にするという使い方ができますね。で、ヴィンテージの、ドイツの単線を入れてますので、それが、まあそれにするだけで、まあ、ピックアップとかが安いものでもものすごく感度が良くなりまして、絞った時も、芯が残るっていうか扱える音になってます。ではちょっと音を出してみたいと思います。あとはですね、まあ、ピックガードを変えてますけれども、今回ちょっとサラネジを使ったりとか、ちょっとこのルックスに合わせて変えてみました。合っていると思います。生なりがいいですね、このギターは。非常に今までの350の中で一番、なんていうか、350ってちょっとボワってなる感じがあるんですけど、これは硬いですね。とアンプはボックスの、リズムボックスというやつで、小さいミニアンプです。それの UK90s というチャンネルの、
ゲインとトーンはまあ半こんぐらい、まあまあ上げてますけどね。で鳴らしてみます。はい、じゃあフルからいきます。14kΩ、フロントが7kΩ、まあ、ハイパーとローパーになってます。センターもまあまあ出力あったと思います。センター行きましょう。フロント行きましょう。カバーなのでちょっとあのブーミーじゃないですけどね、なんかそのレスポール的なニュアンスの音がするなと思って、こうバイト感というか。センターダブルグレードいきますね。それぞれのハーフトーン、リアいきます。
ではコイルタップいきますか。リアのハーフトーンですね。
状態がいいです。絞ってみますか。今フルですね。これこれにしてはまあ多少は変わるんですけど、まあフルの時はあまりわからないかなっていう感じですね。絞ってみます。
まあ、途中までの絞り切った音からの途中までの音がいいと思います。開くとすぐオープンになりますね。まあ、本音さん、今結構絞ってるんですけど、ここはいいかなと。これでボリュームを絞っても、単線を使っていることでフルアップよりちょっと絞った音もいい音だと思います。まあ、フルアップですね。ちょっと絞りますよ。最初についてたものが、まあ、ちゃんとスムーズに動いてたのでそのまま使っています。まあ、トーンポットと変えたのと、コンデンサー NOS のコンデンサーを使っています。一応以上の感じですね。割とカバードによる、まあ、ふくよかなサウンドといった感じがしますね。結構歪ませてもいいと思いますね。少し原因が抑えめな感じもしますので、クリーンとかも面白いです。
もし変えるとしたら A カーブに変えてもいいですけど、今もスムーズですけどね、もうちょっと絞り気味のところがスムーズになると思います。あと1キロオームのポットに変えるともっと灰が出てきたりとかですね、まあ、その辺で音作りするのも面白いかと思います。はい、ではありがとうございました。よろしくお願いします。